2022年トレランにおすすめの防寒着特集ということで、はい、まずこれ1枚持ってほしいですね。山行く場合これからの時期僕が欲しい買った機能全部もう全部載せて作ったんで。こんにちは、スポーツ MC の岡田です。トリッパーズの友永です。今回も立川にあるトレイルランニング専門店トリッパーズからお届けをしていきます。友永さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、まあもう秋、はい、そして冬突入、寒いということで、うん、防寒着、はい、紹介をしていきたいと思います。2022年トレランにおすすめの防寒着特集ということで、はい、たくさん、ね、紹介していこうと思います。お願いします。今日はどんな感じで紹介していきましょうか。そう、割と薄めのやつから、うん、暖かい目のやつまでバリエーションを多めにで、はい、行きたいと思います。はい、じゃ自分の、ね、はい、持ってるアイテム含めて、あ、これ足んないなとかって意識しながらぜひ見ていただければと思います。はい、お願いします。じゃ早速いきましょうか。はい、まずちょっと薄めの、はい、ノースフェイスのロングスリーブハイブリッドドン GTD メランジクルーです。長いっすね。長いっすね。はい、いや、まあこの時期だと、うん、まあ皆さん T シャツもしくはロン T、まあ、ウィンドシェル組み合わせたりっていう方が多いかなと思うんですけど、大体そんな感じ。そう、最初ウィンドシェルでスタートしたもののやっぱ暑くなって脱いじゃうみたいな、うん、結構あるじゃないですか。あります。 その辺ウィンドシェル着るほどじゃないんだけど、はい、半袖だったりロンティーだけだとちょっと寒いなみたいな、風通すな時ありますね。うん、あります。そんな時はこいつです。ほうほう、これはどんな製品ですか。はい、まあ、ロンティーに、うん、ロンティーも見た目はロンティーもすごい薄い、この辺も薄くてね、汗の乾きも早そう、切り替えがあるかなって感じなんですけど、前身がロンティーの上にウィンドシェルの生地を重ねているので、風が当たる冷やしたくない体感、お腹とかね、お腹とかね、前身頃がね、はちょっと風を防いであったかいよ。すごいこれ、はい、テカテカしてるウィンドシェルの、ね、素材で、これ分かります、シャカシャカしてる感じだよね。はい、で後ろはもう本当にロンティーなんで、うん、汗抜けもいいですし、ウィンドシェル着るほどじゃないけどみたいな時はすごくこれは調子いいんじゃないかなと。動き続けたいっていうね。はい、そうですね。あ、これでもいいかもしれないです ね、うん、ね、いいですよね。うん、なんかあの体幹後ろはちゃんと抜けるし、はい、腕周りも全部普通の、ね、吸湿速乾の薄い生地なんで、うん、はい、その辺とかは良さそうですね。いいと思います。へ、おすすめ。いいですね。はい、はい、そしてこれはサムホールもついてるっていうね、親指も入れられるよっていう感じのアイテムと、はい、おすごい、これが1個目。はい、はい、いいですね。これはそういう意味だと今の、ね、シチュエーションもありましたけど、なかなかもこういうタイプって少ないから、そう、走り続ける方も、うん、あとは冬用に普通にゆっくり走る方が買ってもいいかもしれないですね、はい、アイテムとしては。はい、続いてがウィンドシェル。ウィンドシェル、トリッパーズオリジナルのリーチウィンドシェルフーディという商品です。たー、トリッパーズオリジナル商品、はい、オリジナル。ウィンドシェル持ってる方多いと思うんですけど、うん、まあ、トレランになると、はい、ザックの上から着たいとか、そういう使い方する方多くて、そういう場合、はい、あのワンサイズ上げたりしないと、うん、ザックの上から着れない、そうですね、ってことがあって、で、まあ、そうしちゃうと普段着るときに、まあ、でかい、あ、確かに、でかいの着なきゃいけなくなっちゃう、うんうんうん、でまずそこが好きじゃなくて僕は。あ、なるほど。かといってザックを下ろしていちいちウィンドシェル着るのも嫌だな、でまたね、そのザックをね、はい、っていうところで考えて作ったのが、はい、前後にファスナーをつけて、おおおお、後ろにファスナーついてんだこれ、はい、え、何これ、ここが後ろにファスナーついてる。そう、はい、開けます。だからこの、わかります？僕です、僕です、あ、っていう前と後ろにファスナー、で開けるとここにザックが収まるスペースが背中にできて、かつトレランザックの前のボトルポケットとかにもちゃんと手が届くっていう、はい、で めっちゃいいじゃないですかこれ。いいのはそのトレランでザックの上からガバって切れるのはもちろん便利なんですけど、うん、はい、ちゃんと前もボトル使えるし、最近よくね、うん、ザック後ろにもポケットあるじゃないですか、はい、このもう背負ったまま全部使えるのでいいです。でちゃんと閉じると、あのジャストサイズで着てても、うん、着れるんですよ。普段ザック背負わないランニングの時とかはね、これでぴったりで、かつ普段のランニングでも背中ちょっと開けるとベンチレーションみたいになって、蒸れも逃がせる、前もね、うん、ベンチレーションになるんで、しかもダブルジップだ。そうです、背中はダブルジップなんです。背中にジップついてるシェルって、はい、僕初めて見たかもしれない。僕も初めて見ました初めて作った、ね、僕もそうですね、見たことなかった。これいいかもしれないですね。そうですね、これはめっちゃ良かった、面白い。はい、あ、そしてあのお尻のところに、はい、リフレクター、リフレクター、トリッパーズのリフレクターがついてます、はい、あとはちゃんとウォッチウィンドウもついてます。サムホールもついてます、ね、パッカブルでちゃんと収納できます。フロントもダブルジップ、
もう僕が欲しいかった機能全部もう全部載せて作ったんで、これで1本いけますね動画、はい、いけますね。これまた別途紹介するのもいいんですけど、はいはい、これでもすごくいいですね。これは結構いいと思います。トレランでザスクをそのまま背負いたい、はい、ロードランニングで、はい、ちょっと蒸れる時にも背中をジップ開けると通気性が出るってことで、はい、なるほど、はい、まあ、でも防寒着としてこのシェル、ね、ウィンドシェルって鉄板ですからね、うん、そうですね、持ってない方は絶対必要、はい、あとまあ1着どころじゃなく、はい、2着3着あっても便利なものだと思います、はいはい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まあ、こんな感じで、はい、今は、まあ、ちょっとね、薄手の、まあ、ベースレイヤーとちょっとウィンドシェルっていうところ行きましたけれども、はい、続いて紹介するのは、はい、ノースフェイスのサーマルバーサグリッドフーディー、はい、はい、こちらでございます、はい、質感がね、またちょっとずしっと、はい、ちょっと重たくなった、これはフリースです、わかりやすく言うと、はい、まあ、フリース、最近後ろがグリッド状になってて、うん、ある程度蒸れは逃がしつつ保温性がありますみたいな、うん、のが結構多くて、はいはい、これも仲間なんですけど、はいはい、通常そのグリッドになってないやつだとちょっとペチャッとするというか、そうですね、抜けが良くなくて、うん、運動強度高い時はちょっとやっぱ蒸れやすくなっちゃったり、はい、あと単純に重くなるんですね、その分 そうか、それを汗抜けを良くしつつ軽くするために抜いてあげて、うん、この上にシェルを羽織ってあげると、はい、そこの抜いてる部分にも空気が溜まって軽いけどあったかい、すごいね、はい、よくできてます ね、 そうですね、しばらくこの流れがすごく良くて続いてて、でこの商品もずっと定番で出てたんですけど、はい、最近のアップデートで、うん、サムホールプラスウォッチウィンドウがついたっていうのは結構便利になったかなと思います。そうです、左だけっぽいですね。左だけですね、ちょっとウォッチのウィンドウが左についてて、はい、でサムホールを AB を通せるようになってた、うん、なってると、はい、そうなってる。これでもやっぱこの手のものってもう大定番のフリースですよね。そうですね、これは1枚持って山行きたいですよね、この時期になってくると。あ、そんな感じで時計、ね、が出てるよということで、はい、これどんな方におすすめってありますか。これはね、もうシャツとウィンドシェルの間に着れる防寒系を持ってない人は、うん、まずこれ1枚持ってほしいですね、山行く場合、これからの時期、うん、そうで、やっぱウィンドシェルは風を防いでくれるけど、はい、保温性という点ではちょっと心もとないので、そうですね、体温をまあ蓋してくれるぐらいのイメージですね、空気を含んでしっかり保温性あるものっていうので、まあ、フリースは1枚持っていくといいですね、いいですよね。はい、このグリッド状になってる、まあ、はい、あの汗の乾きも早い、うん、はい、暖かいでも薄いフリース、うん、はい、結構重宝しますよね。そうですね、僕もパタゴニアのキャプリンシリーズとか、うん、サーマルウェイトとかも、これも大人気、パタゴニアのサーマルウェイト、ね、はい、まあ、これもこれはあの他の動画でも紹介したことありますけど、そうですね、もう大定番ですね、大定番。こっちの方がちょっと薄いとか、うん、グリッドの粗さが違ったりとか、いろいろまあ各社各モデルでいろんな違いはあるんですけど、うん、まあ、同じような軽くて暖かいっていう特徴があるんで、この辺のフリース系は1枚持ってるといいんじゃないかなと思います、うん、はい、続いての製品はこちら、トンブロスのランウィズオクタです。はい、ランウィズオクタ、はい、これどういった製品ですか。はい、ね、オクタっていうのがまずあの素材の名前になります、うんうん、ポリエステルの軽くて速乾性があり、うん、あったかいよっていう、まあ、素材の名前なんですけど、これで言うと今裏についてます。なんか網みたいになってる、はい、このやつね、はい、へー。でこれの特徴としては、はい、全体はウィンドシェルみたいな素材でできてて風を通さないんですけど、うん、見た目はウィンドシェルですね、はい、風の当たる前面前と外側にそのオクタが入ってる、はい、へー。で背中は入ってない。本当だ、背中は普通のウィンドシェル1枚になってて、他のところにオクタが入ってます。背中まで入れちゃうとちょっと熱くなりすぎちゃう、背中ってね、汗かくし熱を持つし、まあ、ザック症の可能性もありますし、はい、ね、背負うん で背中はなし。これって、はい、言うなればウィンドシェル、さっき紹介してくれた、うん、ウィンドシェルと、はい、あの先ほど紹介した例えばサーマルウェイトみたいなものの1個にしてるような、はい、そうです、そうです、そうです。結構あったかいですよね、いいとこ取りしたみたいな感じ。そう、こいつ1個あれば相当あったかくないですか。そうですよ、これね、うん、めっちゃ便利ですよく着ます。あ、はい、富永さんどれぐらいのシチュエーションで着てるんですか。これは、まあ、山にもよく持ってくんですけど、普段の、まあ、ランニングのイメージで言うと、うん、やっぱ T シャツウィンドシェルだけだと、うん、結構寒いじゃないですか、真冬。はいはいはい、真冬寒いです ね。でフリース着ると暑い、はいはい、みたいな時に T シャツ1枚プラスこれを着たり、あ、なるほど、結構冬のランニングはよく着ます。で山の場合も同じような感じです、気温次第ですけど、結構寒い気温帯でいけそうな感じですね、うん、これね、はい、いいですね、うん、なるほど、はい、今日紹介する最後の商品、はい、ドン、はい、これ、はい、スタティックのアドリフト
ハーフジップフーディー、はい、スタティック、はい、どんなスタティックはね日本のブランドなんですけど、うん、結構環境配慮型のすごく、はい、環境に配慮したものづくりをしている面白いブランドです。これはどんな防寒具になるんですか？はいはい、これもね裏側はオクタなんです。オクタなんですね、はい、でもオクタのさっきのこう編み編みになってる感じとは違う、はいはい、普通に起毛してるフリースって感じですね。結構起毛してますよこれ。で背中もしっかり入ってて、うん、で表面がめちゃめちゃ風を通す粗いメッシュみたいな感じになってるんですよ。そう全体がね、そう全体がのメッシュ感がすごいの、はい、これめちゃめちゃ風通すね、超風通しそうですね。そうそうそう、こんぐらい風が抜けると、うん、動いてる時は風が通るんでそんなにあのなんですか蒸れないんだけど、うんうん、止まるとあったかいんですよ。あーなるほど。だってすごいもんこのスケスケ感、ね、そうなんです。絶対走ってる時は蒸れないですねこれ。でこれがからさっきのグリッドのフリースあったじゃないですか、はい、あれもグリッドになってるから動いてる時はある程度抜けて抜けにくいのの進化版みたいな。へえ面白い。であっちよりも軽いですね、うん、特にこれとかはこの商品とかは、ね、まあより薄さがあるというかより肉抜きされてる感じがありますよね。でもあったかい。後ろまあ、だから起毛してるなんかその竹高さあの毛の高さはこっちの方がなんか起毛してる感じありますもんね。そうそう、なんでこれをシェルの下にフリースみたいな感じで着たり、シェル脱いだら運動してもかなり抜けが良くて、はあ、これどんな方におすすめですか？それこそなんかあの大定番のさっきのサーマルとかね、はい、さっきのノースのやつはもう大定番って感じですけど、はい、ちょっと尖ってるじゃないですか。そうですね。どんな方がいいですかこれは？まだ珍しい感じかもしれないけど、うんうん、これは誰でも全然着てもらっていいし、うんうんうん、そのさっきの定番系のフリースよりも軽くてかつあったかいと思う。より抜けがいいと思いますこっちの商品の方が。そうだから抜けよさそう。そう結構積極的に動き続けたい人。お値段が高いその分ちょっと高い。ちょっとか。ちょっと、ちょっとですね、うん、ということで今回は、ね、防寒着、はい、あのインサレーションのお話をしてきましたけど結構バリエーションいっぱいありますね。なんかこれ一着あれば全部 OK みたいなのは正直ないんで、うんはいまあ、自分の持ってるアイテムと今言ったような、なんだろうな特徴、はい、どのゾーン自分持ってないかなっていうのを分かった上で、うん、なんかこう合間を埋めていくとどんな気温にも対応できるようになると思うんで。そうですね、はい、あの組み合わせながら。そう組み合わせですね、はい、そうですね、うん、まあ秋冬いろんな天候があると思いますんで、はい、あのいろんなエリアの、ね、方もいると思うので、まあ、ぜひぜひその気温帯とか行く場所に合わせて、はい、しっかりと防寒着を選んで、はい、快適にトレーランニング楽しんでいただければと思います。ということで、ですね、この動画に対してのコメントとか質問とかもねまた次の動画に生かしていきたいと思いますので皆さんコメントもお待ちしております。ということで今回友永さんありがとうございました。ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。